ただの飯フレです。星1。こじらせた人族のオスメスが飯を食って意味不明な現象をうだうだ言うという宇宙が膨張するおまんじゅうたちにとってよくわからない漫画。アムロレイと神指団、どちらがパイロットとして上か？を語るオタクとかは微笑ましくていいのぜ。そういうのうちらおまんじゅうは好意的なのぜ。この漫画は人付き合いが面倒くさいけどお断りしないって人族のメスが、でも人と一緒に飯を食いたいだけってことからマッチングアプリで飯を食うだけの人族のオスを見つけてご飯を食べながら周りに存在する人族たちのゴシップに花を咲かせるを言うという俗物的な漫画。そもそも人族と関わるのが面倒くさいなら関わらないのぜ。でもあっちは自分にとって都合の良い人族とだけ関わりたいでありんす。自分の都合の良い人族と自分が不快だと思う人族のゴシップをばらまきたいでありんすっていう人族のメスがサイコロ振ったら一発で都合の良い人族を引いてそいつとゴシップするっていう運ゲー漫画。この相方のオスも人と関わるのが苦手とか言ってるくせにマッチングアプリする元気があるとか？お前精神状態おかしいよって意味不明だし、この人族がなぜこのメインのメスとは仲良くなれて他の人族とは仲良くなれないのか？差は何なのか意味不明なのぜ。このメスが偶性ってわけでも何か特徴があるわけでもないうちらからしたら量産型ゴシップ大好きメスにしか見えないんだよね。そんな感じの漫画、